C287 の新車外しのホイール買い取りさせていただきましたよ。あれ、バルブのとこに経点マークねえぞ、これ。あれ、経点マークこんなとこにある。87。花粉症の季節だから鼻がムズムズするから鼻なんかな、これ。あと、赤点先生マーク。赤点先生マークがこんなところにある。なんだろ、これ、8っていう数字が2つ書いてある。謎だらけですね。こんなにタイヤに数字いっぱい書いてあったっけな。ここには妖精がいる。最近の新車装着タイヤには妖精が出没するようになったんですね。このタイヤ、横浜タイヤ関係のところで外したんですね。ありがとうございます。2023年製造の千残りのイボ残りですからね。千残りのイボ残りなんだけど、石残り。これ結構でけえですよ、これ石。こんでけえ石。あ、取れちゃった。まあ、今回は石残りの妖精ありの、バルブキャップのとこに経点マークないっていうところで、偽物のホイールでした。長いこと、タイヤやってると、こういう偽物も出回ってくるんですね。あれ、本気でそんなこと言ってんの？本気と書いてマジ。じゃあ、それでいい。